コンサドーレ札幌、青木亮太、フェアプレイ精神に欠ける行動続出。まずこちらの2個の映像をご覧ください。こちらは8月19日土曜日に行われた京都サンガ FC VS コンサドーレ札幌戦で起きた場面です。60分と61分に確認された行動で立て続けて京都の選手へ不必要な行動を行っているように見える。札幌はこの時点で0対2のビハインドとチーム状況もあまり良くなくストレスが溜まる展開。ただ、プロ選手という子供からも憧れられる人がこのような行動をしていて良いものか、このような行動を取る選手は早めに対処しないと、怪我する選手が出てからでは遅いはず。また、これに対する審判の対応にも疑問が多かったようで SNS で京都サポーターから不満の声が出ていた。青木選手のこれからの改心と行動に期待したい。